バからお送りしております。はい、スタバなんですけど、今日の動画はじゃーん、ドギーボックスの動画です。はい、なんでスタバでドギーボックス持ってるのっていうとですね、今月号のドギーボックスはじゃーん、父ちゃんもう開けていいですか。開けますよ。はい、こちら今月号のドギーボックスはじゃーん、コーヒーブレイクということで、トルちゃん、はい、スターバックスでコーヒーブレイクしながらドギーボックスは開けたいと思います。イエーイ。それからそれからトルテチャンネル。はい、ドギーボックスの今回のテーマはこちら、ちょっぴり落ち込むことがあった時にはお気に入りのおやつとコーヒーの香りで一休み、いつも頑張ってる自分にほんの少しのご褒美を。今回はカフェのテーマのおもちゃが入ってると思います。じゃあ開けてみましょう。はい、今回はじゃーん、トル見て、かわいい。じゃーん、はい、こちら何これ、すごいね、コーヒーのおもちゃ、すごいかわいい。なんか音がします、振ると。かわいい。ママが今日頼んだのはこちら、はい、キャラメルマキアートです。めっちゃ一緒みたいだね、トルこっちがいい。はい、そしてもう一個、じゃーん、こちらかわいい、トルちゃん。はい、こちらシナモンロールのおもちゃです。わ、すごいすごい伸びたよ、すごいね、面白い。はい、ママもスタバでシナモンロール頼みました。トルも本物のシナモンロールがいいみたいですね。はい、まだまだ今回はおやつがありますよ。それからそれからトルテチャンネル。はい、今回おやつ、せーの、じゃーん、2個入ってました。すごい、これ紫色すごいですね。これはドットワンさんのブルーベリーフレークです。トルちゃん、はい、これどうなんかよくわかんないけど匂ってくれてますね。はい、もう一個ですね、こちら、じゃーん、はい、こちらカツオソフトサラミということで、なんだろう、カツオ、お魚のおやつですね。トルちゃん、はい、この2つのおやつが入ってましたよ。ちょっとカフェとあんま関係ないねチャンネル登録。はい、もう1つ今回入ってました、こちら、じゃーん、タラタタタタ、はい、虫除けスプレー、トルちゃんね、すごい最近蚊が多いので、こちらのスプレーいいですね。開けてみます。今かわいいスプレー入ってましたよ。こんな感じで、ちょっと、匂いしないですね、吹きかけて使えますね。こちらはなんかすごい虫の寄りつかないニームの木から抽出したオイルをベースに天然成分のみで作られた虫除けスプレーだそうです。ワンちゃんも安心ですね。皮膚の保湿にもいいみたいなので一石二鳥です。はい、トルちゃん、このシナモンロールとコーヒーでリラックスしてくださいね。ママも飲みます。わお、おいしい。それからそれからトルテチャンネル。トルちゃん、スタバで楽しいですか。じゃーん、
すごいシナモンロール、みたいな。コーヒーもこんな感じ。トルー出てきちゃった、トルちゃん。じゃーん、美味しそうなシナモンロールじゃなくて、トルちゃんのおもちゃのシナモンロールがこんな感じでバーって伸びるんですよ。これにおやつをちょこんと入れてあげます。はい、こうして、はい、ババお願いします。キュッとくるくる巻かないといけないんですけど、こんな感じでくるくるくるっと巻いていくと、はい、シナモンロールになるんですね、トルちゃん。はい、どうぞどうぞ。すごい、もう匂いがめっちゃしてるんじゃない、ドルちゃん。かわいい、なんかシナモンロール食べてるみたいね。なかなかこんなん外せないんじゃないか。そう、じゃあこっちでやったら、はい、こっちで、じゃーん、コーヒーと一緒にセットしてますよ、どうぞ。うわー、難しいね、なかなか。どうする、あ、ばやってって。じゃあちょっと外してあげたら、難しいみたい。椅子から落ちないでね。お、すごい、見つけれた。チュルビーワンダです。なかなかこれはお家でやらないと大変ですね、ノートワークとしては。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、頭の上にシナモンロール乗ってるよ。かわいいね。眠眠だね、トルちゃん。ドギーボックスのおもちゃで遊び疲れて寝るトルテです。コーヒーのおもちゃとシナモンロールのおもちゃを頭に乗せて、おやすみなさい。はい、この動画が楽しいと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、トルちゃん。